どうもシドです。さあ今回はですね、まあ、12月中旬に中型か大型か分かんないですけど、まあアップデートが来て、まあ、週刊 FP とかも同時期ぐらいに復活するんじゃないかということで、まあ、僕的にあんまり登場してなくてなおかつめちゃくちゃ強い、これ週刊 FP とかで登場したら絶対当てておきたいなっていう選手を、ちょっとレアな選手だけを集めて今回は紹介していこうかなと思います。でまあハーランドとかは1回目だけですけれども、まあ今もね投票 FP で出てますし、無制限で引けるし、1個前の投票 FP で出た選手たちはちょっと今回省いております。まあ、全員で10名紹介していこうかなと思いますので、よかったらね最後まで見ていてください。はい、まず1人目はですねレオン・ゴレツカ選手ですね。まあ、終盤に出てきたやつをちょっとね画像持ってきたんですけれども、まあ、ゴレツカはね言うと結構出てます。投票 FP とかでは出てないけど CS とかでかなり出たかな。まああと週刊 FP でもちらほら出てました。ただ今までのゴレツカだったらまあ別にアイコニックの中盤でいいよねっていう感じだったんですけれども、あのこのねマッチデイの週刊 FP かなんかで出てたゴレツカかな、もうこれだけはもう欲しくてたまらんかった。まあそれの理由っていうのが、まずグランダーパス8上がりでカンストね、ここだいぶでかい。でまあ決定力とかも83まであって、フィジコン7上がりの98でボディコン89、いやこんな中盤なかなかいないです。ほんと一作みたいな能力してるよねフィジカル面で。スタミナも95あって守備能力もねもう85前後あるんですよね。でまあバイエルンということでライブアップでもねかなり安定すると思うので、これからまあもう一回ゴレツカがこんな感じの能力で出てきてくれたらもうかなり強いというか、余裕でアイコニック超えてるんじゃない。まあスルーパスないっすけど、まあパス上手いんでそこら辺も期待できると。でミドルライジングあるし、アウトスピンキックなどなどもあるということで、もう本当に完璧な中盤っすよね。まあ、フィジカル面だけで言えばビエラぐらい強くて、まあ足元がしっかりあるっていう、もう完璧な、もう本当にそういう素晴らしい中盤だと思うので、まあこれはぜひ登場したらちょっと狙いたいですね。はい、では次2番目はリュディガーですね。まあ僕はちょっと持ってるんですけれども、まあリュディガー3回ぐらい登場してて、まあ強いのは2回ぐらいだったかな。まあ全て CS での登場だったんですけれども、まあこれからの週刊 FP での登場も期待したいですね。まあ身長190センチあって、スピシュンが94、87あるということで、かなり爆速のセンターバックと、でディフェンスセンス、ボールダッシュも95あるんで、しっかりボールも奪えますし、マンマークインターセプトのスキルもしっかり持ってると。まああんまり事故る印象もないですし、やっぱりスカットに1人ハードプレス置いときたいなってなったら、まあクリバリかリュディガーってなると思うんですけど、クリバリだとねコンワンが5なんで、まあライブアップで C だときついですよね。でもリュディガーは6あるんで、あんまり不調とか引かないですね。クリバリと比べても不調引きにくいなってイメージはあります。まあどんな相手にでも勝てるというか、フィジカルタイプでも勝てるし、足速いタイプでも足追いつけるし、本当に素晴らしいセンターバックなので、まあこの選手も登場したらぜひ狙っておきたい1人のセンターバックですね。はい、では次はですねゾブニンですね。この選手僕持ってないんで、この選手も欲しかったんですよね。身長182センチで、レベマス総合値はね94までしかいかないんですけど、まず見てほしいのは右上のポジション適正の部分ですね。まあ薄い適正も3つぐらいあるんですけど、まあ中盤からサイドバックにかけて全てできると。センターバックはねもちろんさせないので、まあそこはいらないんですけど、もう中盤とサイドバックできるっていうのはもう本当にありがたいので、もうこの上ない選手かなと思います。しかも両サイドバックできるからね。でスキルにダブルタッチ持ってて、ワンパスルーパー持ってて、マンマークインターセプト持ってて、闘争心まで持ってるということで、もう完璧でしょ。足元系の能力もぼちぼち高いし、グランドパスも92まであると。まあ、決定力とかそんなないんで、前目ではね、あんまり使えないんですけど、まあ、スピシュン92、92あって、フィジコン92、ボディコン89。で、スタミナも96。ディフェンスセンス95、ボルダッシュ98、アグレッシブネス97ということで、まあ、個人的には中盤よりも、まあ、中盤だったらね、上がって決定力いるシーンとかもあると思うので、サイドバックでメインで使いたいんですけど、もうほんとサイドバックだったら完璧よね。逆足も23あるし、左でも右でもどっちでも最強だと思います。まあ、左でも右でも本当どっちでも最強なんじゃないかな。まあ、使ってる人は、まあ、ゾブに2回ぐらいしか FP 出てないんで、まあ、あんまり見ないんですけど、僕は来たら本当に欲しいですね。もうこれだけもうサイドバックに向いてる能力値で、なおかつ両サイドバックできるっていう人はなかなかいないんで、しかもダブルタッチ持ってるんでね、攻撃のしやすさもあると思うので、まあ本当に次来たら狙っておきたい1人となっております。はい、では次リシャルリソンですね。まあ、この選手僕は持ってます。身長179センチ、レベマス総合値98のラインブレーカーということで、まあ、この選手の特徴って言えば、まずドリブル能力、それからフィジカルコンタクトの部分かな。ドリブルしっかりできるのにもかかわらず、フィジコもめちゃくちゃ高いんで、まあ、機敏な動きも、ドシッとした動きっていうのもさせられると。ダブルタッチからのシュートっていうのも打てますし、決定力もね94しかないけど、まあ割と感じますね。で低いオフェンスセンスの部分が8上がってね、このリシャルリソンは改善されてるんで、まあ大体週刊 FP とかで出てくる時はフォワードの選手は点決めないと出てこないと思うんで、まあ点決めたらまあオフェンスセンス上がってるんかなと思うんで、まあここは同じぐらい来るんじゃないかな。でスピシュンも高くて、まあ、フィジコンもさっき紹介した通り高いで、ボディコンもねそこそこありますよね。で逆足34なんで、左足でもシュ
ると打てると。まあライブアップで C 環境なんで今はねあんまり使えてないですけれども、まあ B とか A 引くようになったら僕は全然使うかな。抜け出しもドリブルもなんか全てにおいてすごい使いやすい選手だと思うんで、まあとりあえず当てておきたい選手ですよね。はい、では次クルセフスキ選手ですね。僕はね中型アップで前のクルセフスキだったの持ってるんですけど、僕がおすすめしたいのは中型アップで5の今現在のクルセフスキの SP ですね。SP つっちゃった、 FP ね。まあ中型アップで後に CF の準適性がついて CF でもね使えるようになりましたと。で CF で使うのに何がいいのかと言いますと、まあ軸足当て持っちゃってるんですけどダブルタッチがまず持ってると。でパスも上手い、ドリブルもできる、スピードも速い、でキック力もあって、なおかつフィジコンボディコンが90-91ということで、まあこのクルセフスキはねボディコンがピックアップで上がっちゃってるんですけど、まあそれでも FP で出てきたらまあ85は超えてくると。もうここまでねフィジコンボディコン高い選手ってだけでそれは強いんですよ。でワンパスルパも持ってるし、ミドルシュートも持ってるし、ドリブルもできる。何が苦手なんですかねこの選手って一体。まあ僕は使うならもう CF、OMF、CMF のこの3つあたりかな。まあウィングとかではあんまり使わないですかね。まあ全然ウィングでも足速いんで強いとは思いますけれども、まあより中央で、まあ、背負わせたり抜け出しさせる方が強いのかなと思います。まあとにかく万能で何でもできるタイプだと思うので、まあ持っておいて損はないと思いますし、まあライブアップで BA、まあ、C でも余裕でベンチには入れておいていい選手なんじゃないかなと思います。はい、では次はですねオシメン選手ですね。まあこれ僕持ってるんですけど、身長 185cm でレベマスウォッチ96の選手、ラインブレイカーですね。まあこの選手の特徴といえば、まあそこそこ抜け出しが良くてスピシュンがめちゃくちゃ速いんですよね。でなおかつフィジコンも91あるんで、まあなかなか止めれないと。スピードだけで言えばリシャルリソンとかより全然感じますね。ナンバーワンぐらいに速いんじゃないかな。もう全然止められない。ジェット機ぐらい速いけど戦車並みの力強さを兼ね備えてるみたいな、もうそんぐらいよ。でまあこの週刊 FP の推しメンはミドルライジングがついてるんで、まあもしその辺のスキルがついてこなかったらちょっと微妙かなっていう感じもあるんですけど、まあとにかくスーパーサブとかつけて使ってあげたらもうめちゃくちゃ使いやすい選手だと思うんで、もう本当に今作向きな、もうフィジカルもあるしアグレッシブネスもあって事故らせれるし、バンバン足速いんで抜け出させれる、バンバン足速いんで抜け出させられる、とりあえずスルーパス出しておいたら勝てるみたいな選手なんで、まあこの選手も狙っておきたい一人ですね。はい、では次ドルベア選手ですね。まあドルベアに関してはまあ去年じゃない、今年の1月2月ぐらいに投票 FP でリーグ1の投票 FP で来てたんですけれども、まあさすがにその時の能力じゃ今では使えないので、まあ前回ね週刊 FP で出てたドルベアで見ていきますけれども、まあオフェンスセンスが割と高くて決定力もこれは7上がりしますけど95までいってると。でスピシュン90-86とね、まあフォルランぐらいのスピードはあるかな。でそれでいてなおかつフィジコンが94までいってるんですよね。そこが本当にでかい。で逆足22のコンディション程度5で、まあワンタッチパスワンタッチシュート持ってて、あとはライジングシュートミドルシュートとかも持ってると。まあスーパーサブつけてあげてもめちゃくちゃ強いし、ダブルタッチでねミドルライジング狙っていくのも全然ありですね。まあ今作に大事な身長とフィジカルコンタクトの部分を兼ね備えてて、なおかつワンタッチパスも持ってて賢い抜け出しもしてくれる、でなおかつ OMF も任せられるということで、そのユーティリティ性もあると。もう爆速じゃない以外はマジで完璧ぐらいな選手かなと思うので、まあこの選手も週刊 FP とか CS とか来るか分かんないですけど、まあ登場したらぜひゲットしておきたいですね。はい、では次はですねスーパーサブの選手でホアキン・コレア選手ですね。まあこの選手も身長高くてフィジカル高いタイプの今作向きな選手なんですけれども、まあプレースタイル2列目からの飛び出しで、まあドリブル系の能力すごい高いですね。でグランダパスも88までいってって、スピード瞬発が92-92とかなり高いですね。でキック力も95あって、フィジコン90のボディコン86、この2つ90-86は高いよね。でスタミナも90あって、逆足22のコンディション程度5で、スキルですね、まあ、軸足当て持っちゃってるんですけどダブルタッチ持ってるとこもいいと思いますし、まあ、スーパーサブとかアウトスピンキックも持ってるということで、まあ、ワンパとかスルパとかつけてあげたら本当に使いやすい、まあ、1.5 列目とか2列目の1のスーパーサブで使いたいですかね。まあ、最前線で使うのもね結構強いんですけど、まあ、チェルフチェンコの頂点とか、まあ、ツィードラーの 1ST の1とか OMF の1に置いてあげるだけで、他のフォワードのサポート役としてね働かせることができると思うので、そういう使い方がいいのかなと思います。まあ、これは最近使えてないですけどライブアップでもね結構 B が多かった印象があるので、まあ、ライブアップで復活したらかなり使えるんじゃないかな。ライブアップで B のスーパーサブってかなり重宝できるんでね、まあ、この選手もね当てておきたい一人ですね。まあ、より強化されて、この能力からより強化されて出てきてくれたらより嬉しいですね。はい、では次はですね唯一 FP1 回も登場してない選手なんですけど、ウィルマ
まるバリオス選手ということで、まあ、2019の時はね最初に FPCS で出てましたけれども、それ以来登場してないですね。まあ、金玉の選手なんですけれども、レベルマス総合値90でアンカーの選手ですね。まあ、アンカーって言ってもこの選手は右サイドバックで使ってる人が多いですかね。まあ、まずこの選手の特徴を話しますと、フィジコンボディコンがね91-87ということで、通常でこの能力でスピード瞬発87-83で、まあ、瞬発ちょっと低いですけど、まあまあでも FP でここからね底上げしてきてくれたら、まあ、もっともっと強くなってくるんじゃないかな。90ぐらいまでいったらかなり面白そうですね。でスタミナ97あるんで、サイドバックで最後までやれますし、まあ、ディフェンス系の能力は全て95手前ぐらいまであると。これも FP 乗せてきたらね全て95超えそうですね。確か CS で来てたバリオス、2019で来てたバリオスは全部95いってた気がします。でコンはもう7あるんで、ライブアップで C でもしっかり使えますよと。でこの選手ね、ほんと B 以上しか引かないんですよね。まあ、A はほとんどね後ろ目の選手なんであんまならないんですけど、ライブアップで B が非常に多い。なので毎週使えるっていう点で考えても、やっぱ FP で欲しいよね。でスキルダブルタッチ持ってて、ワンパーマンマークインターセプト持ってるということで、もう攻撃も守備も完璧と、闘争心も持ってるんで最後まで走れると。これほどいいアンカーの選手、まあ、右サイドバックでしか僕は使わないですけど、まあ、CMF とかでもね使えるユーティリティ性もあるので、まあ、ゾブニンみたいな感じで使えるんじゃないかなと僕は思っております。はい、ではラストですね。僕は持ってますけどイサクですね。すいません、ちょっと自慢挟んじゃいましたけど、まあ、レベルマス総合値98のラインブレーカーの選手ということで、今一番強いんじゃないかって思われてるぐらい強い人ですね。まあオフェンスセンス高いし、ドリブル結構できて、まあ、パスはそんな上手くないですけど、決定力完走、スピード瞬発力97-90でキック力96でフィジコン95のボディコン86でスタミナ91、逆足23のコンディションテッド4、まあ、コンワンは低いですけどね、まあ、スーパーサブあるんでそこはいいでしょう。でまあライジングシュート、ワンタッチシュートなどなど持ってるということで、でまあスーパーサブ以外にもライジングシュートやワンタッチシュートを持ってるということで、まあかなり得点能力が高い、フィジカルが強い、足が速い、完璧なラインプレーカーですね。まあおすすめスキル追加ダブルタッチって書いてますし、まあ僕もねダブルタッチつけて使ってるんですけど、まあ強いですね。もう完璧に相手ディフェンダーセンターバックを背負って前向いてダブルタッチして、そのままライジング突き刺す、もうこれは遺作ぐらいしか本当できないっす。もうこんな選手が後半の途中の疲れてる時に出てきますからね、もう相手選手からしたらもう嫌な以外の何者でもないからね。まあ遺作までに9名紹介しましたけど、まあ一番遺作を当てておきたいっていう人がね多いんじゃないかな。まあ2回しか登場してないし、まあかなりレアなんじゃないでしょうか。はい、それでは今回はですね、12月中旬、まあ16日以降から復活すると言われている週刊 FP で、まあ、登場したら絶対当てておきたい選手紹介っていうのをやっていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、本当に今紹介した選手は現在のライブアップで C 環境でもバリバリ使える選手ばっかり紹介したので、まあ、ライブアップでとかね乗ってきたらもう余裕で、もう余裕で超余裕でガチスカ級なので、まあ、もし登場して当てたとしたら絶対にガチスカに入れておきたい選手たちですね。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていこうと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。